こんにちは。今日はウニパスタ作ります。生ウニとこれイタリアンパセリですね、まあ、普通のパセリでも OK。 三色パスタ、ビーツとかほうれん草とか練り込んだパスタを使います。とても便利なスパイスミックスです。ニンニクのかけらと唐辛子、イタリアンパセリとか入ってます。お塩入れます。 1.5% ぐらいです。塩分濃度、いろんな色がこう混ざってる。茹で時間10分です。ピッチアラリオーネというスパイスミックスです。はい、じゃあ今作ったウニのパスタね、食べます。これはね、思い出がありましてね、シチリアで食べたウニのパスタが最高だったんですよ。なんつうの、このこういう黄色いウニじゃなくて赤いウニなんですよね、イタリアって。もうね、寿司ネタとかのウニとは全くこう別物。オリーブオイルとこう和えるだけでね、こんだけ美味しいのかって感じですよね。いただきます。たまんなっす。いいね。いや、これはうまいわ。こうシンプルなね、パスタなんだけどさ、なんだろう、めっちゃうまいです。白ワインとよく合うよ。いやー、うまいわ。もうシチリアの味ですね。ウニのペペロンチーノって多分日本ではあんまりやってないと思う。ほんと美味しいです。ぜひやってみて。チャンネル登録と高評価といいねボタンよろしくお願いします。ではまた。チャオチャオ。バナナって。